2つ目の相談をお願いします。よく自己分析しましょうとか、自分の人生グラフを書いてエピソードをなんか全て書き並べてくださいみたいなことを言われるんですけど、書き出そうと思えば無限にあるし、書き出したところで就職選びとかにつながるものが見えなくって、自己分析のそもそもの目的は何なのかっていうのと、社会人になったとしてそういうのが必要なのかみたいなところについてご相談させていただきたいなと思いました。まず自己分析が社会に出ても必要なのかみたいな話が必要だと思ってます、はい、特に社会人になると目の前の仕事に取り組むだけの日々になる人もいると思ってて、そうなると本当に自分がやりたいことをやってるのかとか、何のためにこう仕事をしてるのかとか分からなくなってくることも多いので、そういう時間を取ってちゃんと自己分析をしたりとか内省することはすごい大切だなっていうふうにまず思ってます。自己分析に終わりがあるかみたいな話は終わりはないと思います。そもそも就職活動のために自己分析をするっていうふうに考えると結構しんどいなって思います、うん、そうじゃなくて、少なくとも現時点どういう人生を送りたいんだっけとか、どういう人生を送れればハッピーなんだろうかみたいなものを考えるのが自己分析だと思ってるんですよね。自分がこうなんだっていうふうに理解して腹落ちするまでやらないといけないし、それを腹落ちして心から語れるんだったら今の自己分析は終わりなのかなっていうふうに思ったりしますかね。自己分析を自分一人でやるのはすごい難しいなって思ったりします、うん。僕、就活の時それこそミズシーとか研究室の同期とかにめちゃくちゃ壁打ちをしてたんですよね。俺ってこういう人間だと思うんだけどどう思うみたいな、うん、でもなんかそれに判例をくれて、例えばでもこういう風に振る舞うと思うじゃんみたいな、確かになみたいな、うん、じゃあこうかもしんないなみたいなことをやってたりしたので、一人でやらなきゃいけないと思わなくてもいいかもしれないですね、うんうん。入社後のギャップも含めてなんだけど、自分がこうなりたいとかこうしたいっていう意志が強ければ強い人ほど仕事を楽しめるっていうのが圧倒的にあって、あればすごいいいんだけど、ない人が実際やっぱ多くてってなってくると、どうしても作業家じゃないけど仕事がその生活の一部にただなっていって、どんどん辛さとかに勝てなくなってくる。ベンチャーとかも含めてって割と稼働がある程度大変なところだから、覚悟を持ってやんないと結構やりきれないし、その先に成し遂げたい姿とかがないと頑張りきれない人が多くて、そのいうところの共通項として就活のための自己分析はうまくやってるんだけど、それが本心からなっていなかったり、また熱いものになってたりしない人が多くて、そうなってくるといい企業には入れたものの楽しくないとか、すごいそういう声が多いから、何したいかみたいなところがはっきりすればするほど自分の人生に対する捉え方が高まるから、仕事がどこ行っても多分楽しくなるし、軌道修正できるようになるから、そういう意味で今暫定の自分の中のゴールみたいなのをある程度はっきりさせておくと後悔しないし、いい仕事ができるようにその後なるって思うから、そういう意味で満足のいくところまで自分について考えきるっていうのはいいのかなとは思う、まあ、どこまでやればいいのかみたいなの結構人それぞれだから答えはないと思うんだけど、その後につながるかなとはすごい感じます。ありがとうございます。自己分析の目的とかどこまでいったら終わりなのかについては自分で決めればいいというふうに思ってます。でもあくまで参考として、まあ、私の中の自己分析のプロセスを紹介したいと思うんですけど、私の中では3ステップに分かれてると思ってるんですね。1個目が何にモヤモヤしてるかっていうのを見える化すること、で2つ目がそこから何かを抽出する作業なんですけど、負のスパイラルに陥った時には何かがきっとトリガーになってるからそれを探したりとかっていうのが抽出ってステップで、最後のこの3つ目がそれをこうどういうふうに今後のアクションにつなげるかっていう部分なんですね。で今の木村さんの話をこの私のステップに当てはめた場合、人生のグラフを作るっていうのは1だと思うし、その中でいろいろ考えたりするのが2だと思うんですけど、じゃあ就職した後どういう風にするんだろうとかみたいな部分の問いかけが今足りていないから、このステップの3になってないかなと思っていました。このステップの3でアクションが決まった後にまたモヤモヤすることとかもあると思うので、その際にはまたステップ1に戻ればいいかなと思ってるので。ありがとうございます、はい、要は具体的に何をすればいいのかっていうことですね。ありがとうございます。もう一個言ったことあるんですけどさっいろんな会社を受けた方がいいとか、まあ、いろんな人にお会いする方がいいみたいなお話もあったと思っていて、でもちろんそれもすごくいいことだと思うんですね。でも人との約束はいつでも割と取れる、でも選考は締め切りがあるんですよ。だから24時間の中で今本当に何をしなきゃいけないのかっていう観点は本当に持ってほしくって、もうすでにある程度の会社を見ていてある程度の人に合ってるのであれば、それで足を動かすだけで満足してはダメで、頭でちゃんとそれを落としていかないといけないと思うんです。はい、私とかは足を動かして満足してしまっていた人間なので、うん、まあ、それこそ気まくみたいな、 なんか好奇心が旺盛で行動力が武器っていう人はこの現象に陥りやすいと思うんですよ。だから本当にそれを気をつけてください、はい
トレーニングやられてるみたいな。社会人1年目でやっぱみんな大変じゃん、いきなり新しい環境になって目の前のタスクに追われると思うんですけど、その中で時間作って自己分析、働き出してもやったりしてますか？めっちゃする、やるんだやる。若月って人との関わり方とか自分の心の変化とかっていうのをどう捉えるかっていう内省力研修っていうのをやるんですけど、これってすごい大事だなっていうふうに思ってて、例えばなんか人に対してすごい嫌な気持ちを持つことって別に悪いことじゃないと思うし、あることじゃないですか。でもなんかそれってその人が嫌いっていうその直接じゃなくて何かその間にあるんですよね。一例で説明すると、先輩とかに慣れ慣れしく関わっていくやつを鬱陶しいと思う自分がいたとするじゃないですか、うん、それってそいつのことが鬱陶しいんじゃなくて、そういう風にできない自分が嫌で、なんかあいつに対して嫌だなって思う気持ちを持ってしまうとかみたいな、あ、自分は今こういう風に思ってるからこういう風な行動をしてしまうんだなみたいなことを考えるっていう自己分析とかをやったりする。なるほど。CA の話もしておくと、今広告本部のスタッフ管轄ってところにいるんですけど、スタッフ管轄内で合宿が新卒対象にあって、自己実現合宿っていうのをやっていて、それ何をするかっていうと、結局仕事ってある程度やっぱ生活において負荷かかる部分は一定あるってなった時に、自分がどうありたいかとか何を成し遂げたいかみたいなことと、なるべく紐ついていた方が自分たち頑張れるよね。じゃあ自分にとってやりたいことってなんだっけとか、どういう姿になりたいとかも含めてトレーナーとかと一緒に言語化を進めていって、それが実際に今の業務にどれだけちゃんと紐づいてるかみたいなところまでを追っていくことによって、苦しくない働き方ができて、それを自分自身でやることによって楽しみながら働けるよっていう話が一つと、仕事ができるって一般的に言われる人って自己内省のスパンがすごい短い人っていうところがやっぱ傾向としてあるらしくて、っていうのはこうやりたいよねに対して本当に近づいてるんだっけっていうのが半年に1回の人ってすごい多いらしいんだけど、そこが1週間に1回とかできてると、その軌道修正をすごい短い期間でできるから、最短距離でその期待ゴールに対して進めるっていうのがあるんで、日頃からやりたいことに対して今自分向き合えてるんだっけ、本当にできてるんだっけって考えることで、最終的にしたいことに対してつながってくるのかなとは思います。じゃあ私からは、社会人になってからの自己分析で何が変わったかっていう部分をお話ししたいんですけど、大きく2個あって、まず1個目が学生の時とかは割と対象が自分に対してだったと思うんですけど、それがチームに対して何か貢献できたのか、チームに対して何を迷惑かけてしまったのかみたいな部分とかは社会人になると結構大きく変わったかなというふうに思ってます。で、2つ目が、学生の頃は自分のことを分かったり理解するためにやっていたものだったから割と分かりやすかった。でも社会人になってみると、自分が今できてることって1年目にとっては当たり前なのか、1年目の割にはできていないのかとか、そういうのが分からなくて、自分の現状の認識がすごくしにくくなったんですよね。だからそういうところに関してはプロジェクトのメンバーの先輩たちの手を借りたりとかしてフィードバックをもらったりすることで、よりその自己分析っていう領域を広げて具体化しているかなとは思います。1点そこで補足すると、本当にやりたいことみたいなって見つからない人が結構ほとんどだと思って、実際にうちの会社も全員がそうってわけじゃ全くなくて、ふわっとしててもいいとは思って、一定はどういう父親になりたいかとかの流度でもいいし、こういう働く女性になりたいみたいな流度でもいいし、どういう風になりたいかの一歩目を考えることに意味があると思うから、超解像度高く長期で見てここっていうのに縛られず、今考えられる中で考えてみるっていうのが大事なのかなっていうのは思います。ちなみに2つ目の相談は解決されましたか？はい、はい、たくさん来たんでちょっとごめんね、把握してますけど、動画を見て落とし込みたい。じゃあ素材渡します。最後の相談をお願いします。設立3年目ぐらいで組織としては1万円がいい、ゆっくり考えた方がいいなと思います。深く意思決定できない、すごい狭くて浅い人間になっちゃう可能性もある。でも木村さんが足りてないのは、はーい、ダメだ。